下作とは、近世後期、18世紀後半頃から江戸で起こった、通俗小説などの読み物の総称。戯れに書かれたものの意。明治初期まで書かれた。下作の著者を、下作者という。下作は、洒落本、滑稽本、談義本、人情本、特本、創造詩などに大きく分けられる。さらに草草詩は、内容や形態によって、赤本、黒本、青本、工描詩、合巻に分けられる。洒落本とは、遊所での遊びの様子を書いたもの。山、東京伝の、形成外48手などがある。滑稽本とは、おかしみのある話。式亭三馬、浮世風呂、十返舎19の、東海道中膝栗毛などが代表的。談義本とは、滑稽さと教訓を合わせ持っていた、滑稽本の走り。人情本とは、主に恋愛を描いたもの。為永春水の、春色梅子読みや、春告鳥などに代表される。特本とは、口絵や、挿絵もあったが、文章中心の読み物であるところから特本と呼ばれた。中国文学の白話小説から影響を受けて生まれた。史実に取材することがあっても、基本的にフィクションであり、完全懲悪思想などを中心に据えた読み物であった。娯楽性も強いが、草草詩などと比べ文学性の高いものと認識されており、初期特本は知識人層によって書かれた。印刷技術や校了制度など、出版の体制が整っていたこともあり多くの読者を獲得したが、発行部数などは草草詩に及ばない。江戸や大阪で、上田明成、曲亭馬琴、山、東京伝といった作者が活躍した。代表的な特本には、明成の雨月物語や馬琴の南総里見八犬伝などがある。十返舎19の音里記1810年創造詩とは、絵に仮名で筋書きが書き込まれた物語。絵草詩、または単に絵本と呼ばれることもあった。子供向けのものが多かったが、次第に大人向けの写楽、滑稽な内容のものが書かれるようになった。表紙の色と内容によって分類される。下作の言葉自体は中国に古くからあり、その影響から日本でも江戸時代以前から使われていた。正当な表現に対するパロディや軽く茶化した表現のことを下作と呼ぶようになった。荻生徂徠などの影響で当時の中国文学の口語小説の紹介、研究が進み、その影響を受けて特本などが書かれるようになった。また、風流志道剣伝などを書いた平賀源内は下作者の祖と言われる。初期の下作者の多くは太田南畝などの武士階級であった。18世紀中盤から、洒落本や草草詩の中でも、公表詩が栄えた。しかし寛政の改革の弾圧によって、それまでの下作に影が差すと、代わって、庶民の中から式亭三馬や十返舎19などの下作者が現れ、特本や人情本、創造詩では、合巻が多く流通するようになった。さらに、天保の改革によって、人情本が衰退すると、その穴を埋めるように合巻の刊行点数が増大した。下作者の伝記資料滑稽な内容のものは歓迎されなくなり、一時期プロの作家は仮名書き路分ら5人にまで減少した。しかし政治的背景をもとにした古典文芸の復権があったほか、新聞の連載小説形式や活版印刷技術などの登場を機に、明治10年頃から合巻が再び脚光を浴びるなど、下作は明治期にも続けられていた。坪内逍遙らが近代文学を成立させるためにはそれまでの下作に対する批判をする必要があった。ありがとうございます。